稲葉公司9月23日帯は日本のミュージシャン、シンガーソングライター。所属事務所はバーミリオン。所属レーベルはバーミリオンレコーズ。ロックユニット、ビーズのボーカリストであり、ソロでは作詞に加え、作曲やアレンジ、プロデュースなども担当している。岡山県津山市出身。実家は稲葉化粧品店を営んでいるほか、実家は地元の老舗和菓子店。 春夏小倉屋を経営している。いとこには旅行作家の稲葉直人がおり、2019年発巻の小説、星のかけらでは一部の設定がビーズと稲葉をモチーフにしている。出身地の岡山県津山市から第1回津山市市民栄誉賞を授与されており、地元の観光協会は稲葉のゆかりの地を地図にした稲葉光子くんの思い出ロードマップを無料配布している。 また、2019年には新しく、ニュー178メモリアルロードを作成している。化粧品店近くの川崎八幡神社には、ビーズ稲葉講師と刻まれた玉書きがある。津山市立林田小学校に入学、小学生の時には、地元のソフトボールクラブとサッカースクールに入っていた。津山市立津山東中学校への入学、卒業を経て、 岡山県立津山高等学校に進学、在学中はソフトテニス部に所属していた。また、高校時代の一年後輩に漫画家の来る道のがいる。高校卒業後は地元を離れて、横浜国立大学教育学部、中学校教員養成課程に入学。大学時代は家庭教師、元町のサンドイッチ屋や,や高島屋地下の惣菜屋でもアルバイトをしていた。 教育実習になると、当時髪を伸ばしていた稲葉は、実習先の中学校長から呼び出されて髪を切って、欲しいことを示されると、1ミリも切りませんと言って、教育実習をやめてしまった。大学の卒業式では、稲葉のみかわャンと、ジーンズ姿で登校したが、式には、不参加だった。なお、横浜国立大学の図書館に保管してある。 卒業アルバムは、稲葉が写っている集合写真やゼミの写真などがすべて、破り取られていた。ビーズとして、デビューが決まっていた稲葉は、森友嵐のインディーズ時代のライブに20本以上、ゲスト出演しており、主に洋楽のカバーをセッションして、ライブ経験を積んでいた。また、お互い教員免許を取得していたため、もし売れなかったら、一緒に、塾でもやろうと話していたという。趣味は、 オートバイやサーフィン。ハーレー・ダビッドソンを所有しており、木村真也とカスタムバイクについての対談を公開している。また、格闘技を観戦することが好きであり、一番好きなプロレスラーにアントニオ猪木を挙げている。これまでにボルク・ハインやヒクソングレーシーなどについて述べているほか、福山正春と UFC についての対談を公開している。福山は稲葉について、 俺がこの世界であった人の中で一番いい人だよ。邪気がないですよ。と述べている。また、英語が堪能であり、2007年にビーズがハリウッドロックウォークに殿堂入りした際や、2011年にビーズがリンキンパークと共演した際には、通訳を介さず海外メディアのインタビューに答えている。ライブツアー前の体調管理には最新の注意を払っており、2008年に テレビ放送された NHK スペシャルメガヒットの秘密20年目のビーズなどでその一部が明らかになっている。稲葉自身はこれをツアー病と呼んでおりライブ最終日を迎えるために全ての生活を度が過ぎるくらいに神経質に管理してしまうという。あとに稲葉は NHK スペシャル放送後の反響についていろんなことに自分が我慢してやっているっていう風に 思われているみたいで、そういうわけじゃないんだけど、元からお酒飲まないから、それに鶏鍋食べるのも好きだから食べているだけで、そんなに張り詰めた感じじゃないし、もっと楽しくやってますよ。あの、エヌスペの影響は大きくて、たまにお店でビールを頼もうものなら、えって言われちゃうので、困ってるんですけど、などと語っている。喉に関しては、ビーズライブジム9192 in ザライフ。 の頃に、声の調子が狂ったことから、禁煙トレーニングを実行し、引き炎者となった。後に、この頃の喉の不調は体を鍛え始めたことによってついた背中の筋肉が凝っていたことが原因であったと述べている。かつては喉に対しても過剰と言えるくらいの神経質な面を持ち合わせていたが、ビーズライブジム2 3ビッグマシンの頃に喉を壊してからは、多少の開き直りも含めて、 神経質な感じはなくなったとしている。一般的にストイックな体調管理をしていると思われているが、稲葉としては厳格にきっちり行っているということではなく、自身の失敗による経験がデータとして蓄積されて現在に至っていると述べている。ギタリストのマーティ・フリードマンがバラエティ番組笑っていいともに出演した際、音楽のプロが選ぶ今、 一番歌が上手い男性歌手は、という討論コーナーで稲葉を挙げており、生からうに一瞬で変わる歌声のメリハリがすごいと評した。ビーズでは曲先の場合がほとんどであるが、ソロでは曲先とし先の場合がある。ビーズとして活動を始めてから作詞をすることになったが、はじめは字を書いて、それを歌うことが恥ずかしかったという。また、英語の仮歌に日本語を載せていくことに、 違和感があって、ナーバスになることが多かったとも述べている。特に、ビーズのセカンドアルバム、オフ・ザ・ロック制作時は、曲がすでに出来上がっているのに死が全然書けないために、すべての作業が遅れてしまい、憂鬱な日々を過ごしたという。後に、あの時苦しんで書き上げたことがすごく勉強になったと述べているが、アルバムを聞くと、当時のことを思い出して、 どんよりした気持ちになると述べていたこともあった。フォースアルバム、リスキーの頃からは、言葉を使う意思がはっきりしてきたと10回している。作詞の基本姿勢について、言葉の種類も手法も自由に何でも使える。タブーを作らないで書くこと、と述べている。また、松本の奏でるギターソロから、歌詞のテーマが生まれてくることもあり、音色は語るんですとしている。 アガはサワ子と対談した際には、ロックの歌詞の定番みたいなものは、恥ずかしくて嫌だった。ロックのサウンドに、僕のコモンセンスな歌詞が乗ったから新鮮だったんじゃないでしょうか。と話している。ブルースハープやギターのほか、ピアノやパーカッション、マラカス、マンドリン、タンバリンなども演奏する。ブルースハープは、ライブやレコーディングで使用し、ブルーノートやベンド奏法を駆使した演奏を行う。 ギターは、ソロのレコーディング時にギターソロを演奏することもある。また、ライブでアコースティックギターを演奏する時があるほか、ソロライブ以前から、ビーズのライブでアコースティックギターを演奏していた。少年時代から、兄の影響により、ビートルズ、u f o 10 years after、ディープパープル、レッドチェッペリン、ジェフベックなどのレコードを聴いていた。また、ジューダプリンストや、 アイアンメイデンも兄による影響があることを述べている。ハードロックやヘビメタル系の他にもザクラッシュなどのパンクロックも聴いていたという。中学1年生の時自分のお小遣いで初めて買ったアナログレコードがキッスのアルバムラブガンだった。初めて見に行ったコンサートは倉敷市民会館で行われたポリスであった。憧れる声を持つアーティストとして ロッド・スチュワート、尊敬するボーカリストの一人に、ラウドネスのニ・イバラミを挙げたことがあり、ニーゲンの強速 CD、ボイス・ウォーム・アップ・トレーニングを買っていったことを、ニ・イバラとの対談で明らかにしている。これまでに、雑誌のインタビューなどで、稲葉が選んだアルバムには、次のようなものがある。高校時代に、ギターの上手かった、同級生に高い声が出るからという理由で、バンドのボーカルとして誘われた。 人前で歌うことに恥ずかしさはあったが誘ってくれた同級生のギター演奏をみんなに聴かせたいという思いから承諾した。文化祭での演奏当日はリハーサルのしすぎが原因で思うように声が出せずこの時の経験が音楽を続けていくきっかけになったと語っている。地元を離れて大学に進学した後の1985年には当時のビーイング音楽振興会に所属した。 当時大学生で歌手を志していた稲葉は音楽雑誌、ロッキン f に目を通していたところ、音楽制作会社ビーイングが主催していた、ボーカルスクール、ビーイング音楽振興会のスクール生募集の広告が目に留まった。その欄に当時ファンであったラウドネスなどのアーティストの名前が明記してあったため、ここだな、と思い通い始めたのが最初である。ボーカルスクールは小さいマンションに、 スクールのオフィスとドアだけ防音にした音を出せる部屋があり、そこでレッスンをしていた。レッスンはカラオケを使ったもので、自分の歌いたい歌、もしくは講師の先生が勧めてくる曲を歌っていた。ボーカルスクールは歌のレッスンのみで、そこから事務所がそこそこ使えそうな人間だなと思うと、歌手活動への抜擢やコーラスのバイトを任されたりする。そのため、稲葉自身、 自分のバンドは自分でやるしかないので友達とバンド活動をしていた。ブリザードのギタリストの松川俊志也のソロアルバム、バーニングに謎のボーカリスト、ミスター・クレイジー、タイガーとして参加している。また、ビーイングの圧戦によりモデルの仕事も務めていた。大学卒業後にビーイングは稲葉をデビューさせるためのプロジェクトとして事務所所属の若手ミュージシャンと共にバンドを 結成していた。このバンドには後に、ビーズのサポートメンバーとなる、赤島さおも参加していたが、メンバーチェンジを繰り返しながらバンドは、自然消滅した。なお、稲葉は、この時期に、あるメジャーレーベルのバンドのオーディションを2回受けたが、どちらも受からなかったという。一方、スタジオミュージシャンやコンサートのサポートミュージシャンなどで、活動しながら、 自身のバンド結成に向けての動きを行っていたギタリストの松本隆弘はビーイング社長であり音楽プロデューサーでもあった長戸博之から稲葉の歌声が入った一本のデモテープを渡されると稲葉をボーカルに採用することを決め音楽ユニットビーズとしてファーストシングルだからその手を離してファーストアルバムビーズの同時発売でデビューしたアルバムでは ナッシングツーチェンジ以外のすべての曲を作詞している。ビーズとしてメジャーデビューした後はビーズが活動の中心であったが、前田信テルのセカンドアルバム、フィールメには稲葉がデビュー前に作曲を手掛けた曲を収録している。1990年には坪倉由衣子のセカンドアルバム、ラビングユーにヘブンインマイハートを作詞提供している。1991年10月からは、 それまで松本と二人で務めてきた、ラジオレギュラー番組、ビーズウェーブジムが、稲葉のみの出演となり、番組名も、カモンビーズウェーブジムと解消した。稲葉は、ビーズのアルバム、ザ・セブンス・ブルーズ・レコーディングの頃からスタジオ作業に、具体的な興味が湧いてきたと述べている。次のアルバム、ルーズのレコーディングからは制作当初から、稲葉が参加するようになり、ビーズのシングル、 願いでは稲葉が初めて編曲にクレジットされた。また、ロウエル・フルソンが1969年に発表したトランプを稲葉がアレンジしたカバーが1996年発売のビーイングによるブルースカバーのコンピレーションアルバム J ブルースバトル Vol.1 に収録されている。1997年1月29日、ファーストアルバムマグマを発売し、オリコンチャートで 初登場1位となってミリオンセラーを達成した。シングルやタイアップ曲がないオリジナルアルバムがミリオンセラーとなったのは史上初のことであった。翌年にはファーストシングルトークまでを発売し音楽番組ミュージックステーションスーパーライブに出演した。1999年には J. フレンズによるシングルネクスト100イヤーズの日本語詞を担当した。2002年 セカンドアルバム、シアンを発売し、本作もオリコンチャートで初登場1位となった。シングルやタイアップ曲がないオリジナルアルバムが2作連続で初登場1位となり、これも史上初となった。2003年には大阪のライブハウス、ヒルズパン工場カフェにおいて、事前予告なくワグの前座として登場し、初のソロライブを行った。その後、 ビーズとして活動している間にセカンドシングル、K.I. を発売、赤月のギターには、春畑道也が参加した。また、松本隆弘による方角のカバーアルバム、ザヒットパレードに、勝手に仕上がれにボーカル、スピニングとホールドにブルースハープで参加した。2004年、サードシングル、ワンダーランド発売後、初のソロライブツアーとなる、稲葉光師ライブ 2004EN を開催した。 シングル発売時には、ミュージックステーション、ヘイ、ヘイ、ヘイ、ミュージックチャンプ、歌番などの音楽番組に、相次いで出演したほか、ツアーの間には、ロックフェスティバル、ザ・ロック・オデッセイ2004と、サマソニ・レイに出演した。ツアー終了直後には、サードアルバム、ピース・オブ・マインドを発売した。2005年に、DOA のファーストアルバム、オープン D に、 セイレーンを作詞提供し、ブルースハープで参加した。2006年は、ウーラさえこうに、シャララあやかしないとマイナスを提供したほか、翌年には稲葉が、作詞やすべての作曲、プロデュースを手掛けた、ウーラのファーストアルバム、ジュークボックスが発売となった。2009年、スラッシュのソロプロジェクトにゲストボーカリストとして参加した、シングル、 サハラフィーチャリング稲葉講師が発売された。2010年はフォースシングルオーケーを発売、ギターにはスティービーサラスが参加している。フォースアルバム波動発売後にはライブツアーコ腰稲葉ライブ2010ニーを開催した。なお、この頃発売の雑誌 GQ ジャパンでは表紙を飾っている。サマソニ2010東京公演では、 出演したスラッシュのゲストボーカリストとしてサプライズで登場しサハラを披露した。2014年自身のオフィシャルウェブサイト ENG 解説と同時に配信限定シングル年賞リリース。その後泣きながらステイフリーと3ヶ月連続で配信限定シングルをリリース後フィフスアルバムシンギングバードを発売した。スペシャルコンテンツとして 不定期での対談企画が始まり、福山雅春との UFC 対談を公開したほか、品川ステラボールでの10日間公演となるライブ、コシーナバライブ 2014EN ボールを開催し、最終日は日本国内の映画館でライブビューイングを開催した。ライブ終了後は新井原ラとのボーカリスト対談を公開した。また、配信限定シングル、サタデーをリリースした。 木村真也とのカスタムバイク対談員 LA を公開した。2016年、フィフスシングルとなる、羽を発売、羽のギターには、高崎明が参加している。前年には、ソロとして17年ぶりに、ミュージックステーションスーパーライブに出演、またバラエティ番組、スマップスマップの新春スペシャルに出演し、スマップと羽をセッションした。シングル発売後は、 立川ダンハ春との落語対談を公開したほか、ライブツアー、コシーナバライブ2016へ2位を開催し、最終公演を、フールーで生配信した。また、フーナーカラジューホールズハーモニカでは、世界5人目、日本人初となるシグネチャーブルーズハープ、コシーナバシグネチャーブルーズハープが発売された。その後、厚生、スポーツビューティ CM ソングに起用されていた。 イエローを配信限定でリリースした。2017年、ワウワウの特別番組として放送した西小利 K とのテニス対談のディレクターズカット版を公開したほか、スティービーサラスとコラボレーションした稲葉、サラスとしてのアルバム、チャビーグルーブを発売、ライブツアー、稲葉、サラス、チャビーグルーブツアー2017を開催した。ツアーは追加公演を行ったほか、 サマソニ2017、ミヤビア、メイドインアジアと共演した、稲葉、サラス、ミヤビ、メイドインアジア、上海で開催した、サマソニ2017、上海にも出演した。2018年、ラウドネス主催のイベント、メタルウィークエンド第4弾に、ゲスト出演した。2020年、木村拓也のファーストアルバム、Go is the flow に、ワンアンドオンリーを作詞提供した。 約3年ぶりに稲葉、サラスとしてアルバムマキシマムハワボを発売した。オリコンが主催する一般男性から募集した男性が選ぶなりたいかをランキングでは2009年に10位、2011年に9位、2012年に5位、2013年に6位、2014年に7位、2018年に5位、2019年には1位にランクインした。また、 男性が憧れる理想のボディランキングでは2018年に3位、2019年には2位にランクインしている。2019年に行った群主催の生きる伝説と思うアーティストランキングでは1位にランクインした。音楽専門誌、プレイヤーの企画、プレイヤーリーダーズポールのベストボーカリスト部門では2007年から2011年まで5年連続1位。 2013年から2016年まで4年連続1位、2018年と2019年では2年連続1位にランクインした。俳優の勝慎太郎は稲葉を一目見るなり、優次郎以来最高の男と感じ、俳優をやらないかとスカウトしたが、稲葉は歌手活動をしていることを理由に断ったという。勝ちは、その後、ビーズのファンとなりあり、 若山富三郎の遺品も稲葉にあげるほどの交流を持った。日本ゴールドディスク対象シングルアルバム、ファースト、セカンドなどの表記は、ビーズの公式ファンクラブ、ビーズパーティー開放しビーウィズに掲載している、ディスコグラフィーを参照している、CD シングル配信限定シングルラジオ、番組特別番組 EN、人スペシャルコンテンツ。ありがとうございます。